今回のゲストは木月みなみさんです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。木月さんはもう本当にね、もう笑顔が素敵。ありがとうございます。もうオンエアでも言ったんですけどね、はい、私小学校2年の時の担任の先生になってほしかった、はい、小2ですか。小2から小5までね、はい、先生が怖かった。女性ですか。女性です。厳しかったで、まあね、木月さんといえば縁がございましてね、はい、黒沢くんの、はい、オスペラズの、はい、カレーパーティーでご一緒してね。そうなんです。あの時初めて多分私関根さんお会いして、一緒にカレー食べた。そうなんですよね、はい、あのロカのカレーね。ロカのカレー美味しかったです、ね、あの女性がシェフで、はい、もうね1時間とか2時間かかるんですよ、うん、黒沢くんのパーティーにあのロカの人来てくれて、そうキッチンで作ってましたね。だから僕らは並ばなくて食べられたんですよね。はい、めっちゃラッキーでした。美味しかったです。美味しかったです。これは並ぶわと思いましたよね。はい、あとカレー以外には肉が好きなんですよね。もうはい、タンハラミが大好きで、東京中の美味しい焼肉屋さんを調べております。いや、美味しいとこよかったら教えてください。はいはいはい、僕知ってますよ。知ってます、はい、あのぜひあの教えますので。ありがとうございます。ただなんかね、うるさくてね、なんか紹介がないといけないところってあるんですよね。はい、そういうところ行ってみたいです。そうですよね、はい、サバさん行きつけのところ行きましょう。そば入れます。すごそう、はい、ということでね、またぜひゲストに来てください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。